何よ。みんなって絶対すごいよね。みんなって絶対偉いよね。リョーナちゃん絶対そう思うんだ。はあ、絶対絶対ってちゃんと日本語喋りなさいよ。何言ってんのかわからないわ。もうわかってるくせに。みやびちゃんやゆみちゃんたちのことだよ。大切な人にちゃんとお別れをして前に進んでるもんね。リョーナちゃんやリョービちゃんもこのままでいいのかな。なんでリョービまで混ぜるのよ。なんとかするのはあなただけでしょ。うんうん、リョーナちゃんも絶対そう思う。だってこのままじゃずっと病気お姉ちゃんとお別れできないし。分かってるんだったらさっさとお別れしてくればいいでしょ。うん、それはそうなんだけど、リョービちゃんはいいの？は？だからなんでリョービが出てくるのよ。リョーナちゃんはいっぱい病気お姉ちゃんと遊んだし、いっぱいおしゃべりもしたの。だからもしお別れの時が来ても後悔しないと思う。でも、リョービちゃんは違うでしょ。病気お姉ちゃんに言いたいことがあるんだよね。なんであんたにそんなことがわかるのよ。わかるよ。だって、リョービちゃんとリョーナちゃんは双子なんだよ。だから、病気お姉ちゃんと会ってからずっと、リョービちゃんが心をズキズキさせてることもわかるもん。リョービちゃん、病気お姉ちゃんと本当にこのままお別れしちゃっていいの？黙りなさい、バカ犬。ううん、うん、リョーナちゃん、バカ犬だけど黙らない。そうやって迷ってたら絶対後悔しちゃうんだよ。だから、だから、だからリョーナちゃんがリョービちゃんのお尻を叩いてあげる。お仕置きだからね。
ビちゃん。リョウビちゃん、聞いて。何よ。あのね、リョウナちゃんは叩くより叩かれる方が好きなんだよ。そんなこと分かってるわよ。だから何。リョウビちゃんがリョウキお姉ちゃんに思ってることを言ってくれないと、リョウナちゃんがずっと叩くことになるんだよ。そんなの絶対嫌。リョウナちゃんは叩かれたいの。絶対叩かれたいの。リョウビちゃんに叩かれたいの。アスカに言われたの。リョウビの姉さんへのイライラは反抗期、甘えだって。うん、そう、その通り。図星よ、痛いとこ疲れたわ。リョウビちゃん。リョウナ、あんたの言う通りよ。リョウビは姉さんにちゃんと言わなくちゃいけないことがあるの。ごめんなさいだよね。リョウビちゃんがお姉ちゃんに言わなくちゃいけないことって。あ、死んじゃえって言っちゃったこと、リョウビちゃんは謝りたいんだよね。うん、違う。え、リョウビが姉さんに言いたいことはありがとうなの。ずっとお母さん代わりになってくれて、優しくしてくれて、見守ってくれてありがとう。素直な気持ちで姉さんにありがとうって言いたいの。言葉が見つかった。リョウナとアスカには感謝しないとね。